D ラボで ASD 勉強中ですが、半年前に転職した会社の、上司が ASD 傾向が強烈で、日々対応に、苦慮中です。本質的な対応は離れるしかないですか、ということなんですが、本当に ASD かわからないからね、診断がないとか、ASD 診断済みの人だったらそれでいいと思うんだけど、他人の ASD 傾向とか ADHD 傾向とかってあんま決めつけない方がいいかもしんないですね。なんでかっていうと、人間ってね、やっぱね、自分と違うやつ頭おかしいと思うんですよ、やっぱり。なんかおかしいなと思うんですよ。だから僕の知り合いで面白いやつがいて、もうそいつ、ADHD なんですよ。そう、ADHD なんだけど、そいつもやばいんだけど、あんま自覚してなくて、で、他人にアスペルガーとか言うんですよ。いや、あいつマジアスペルガーだよなとか言うんですよ、ADHD。いや、お前 ADHD やないかって僕思いながら聞いてるんですけど、はい。なんで、他人の診断をしない方がいいですよ。はい。変えられるのは自分だけなので、はい。だからやっぱり自分をどう変えていくかってことやった方がいいと思います。はい。それこそ ADHD、ASD の人が相手とかだったら、例えば自分のストレスね、マネジメント能力をすごく高めるとか、自己コントロール能力を高めてあげれば、その嫌な上司とか、めんどくさい上司の下で仕事をしてもパフォーマンスが下がらない人もいて、そういう人ってやっぱり自己コントロール能力が高くて、自分の働き方が意味付けを変えていくんですよね。はい。なんで、そっちの方がいいと思います。